永遠とも言える果てしなき暗黒を旅して、降り注ぐ幾億ものきらめき、その一つ一つにそれぞれの歴史が綴られていることだろう。これはそんなきらめきの一つに記された英雄たちの物語。
漠という牢獄に閉じ込められたまま時が過ぎていく。だがこのままでは終わらない。絶対にここを抜け出してみせる。絶対に。ほんま、こんな田舎におるんかいな。確かな筋からの情報です。間違いありません。この惑星ロザのどこかに潜伏しているはずです。砂漠の爪ってや、銀河でも一二を争うハンターや。行さん賞金もろてどこぞでパーッと派手に遊んどるんとちゃうの。こんな奴隷の惑星なんかにおるんかいな。大丈夫です、この星にいます。私の勘に間違いはありません。ロボットの勘なんて当てになるんかいな。なりますよ、ロボットにだって勘はあります。それにこれで本人かどうかをチェックすることができますし、とにかくこのスティーブにお任せください。はぁ、見つからんかったらごっつーキャプテンに怒られるさかい。ほんま頼むで。わかってますって。疲れたか。よし、いい子だ。中型のミッシュ2匹か。まあノルマはクリアだな。ではこれが今日の分だ。なんだこれだけか。もう少しどうにかならないのかよ。ここに運ばれてくる食料はわずかだ。お前たちのような奴隷に分け与える我々の寛大さに感謝してもらわんとな。ふん、こっちだって好きでやってるわけじゃねえんだよ。今日はこれだけだってさ。ロンガリアのやつらだんだん態度がでかくなってる。このままにさせとくのか。まあそう焦るな。ロザがロンガディアの支配に入ってからもう2年だ。奴らもこの星の環境には馴染めず疲労している。じきにチャンスは来る。なんでロザが戦争の巻き添えを食わなきゃいけないんだ。昔は平和の星だったのにな。しかし奴らが来て悪いことばかりではない。奴らの見張りのおかげでビーストもやすやすとは町へ入ってこられなくなった。その見張りは俺たちを見張るためにいるんだけどな。なんだ。どうやらビーストが町へ侵入したようだな。こいつはかなり大きいぞ。よし、やってやる。待て、ジェスター。分かってる、無茶はしないって。あれか、まずいな、居住区に向かってる。なんだ。くそ、囲まれた。慌てるな、大した相手じゃない。でかいやつに便乗して出てきた雑魚どもだ。あんたは。話はこいつらを片付けてからにしよう。やるしかない。
んた強いな。ふん、この程度では準備運動にもならんがな。何者だ。見ての通り味方だ今のところはな。それよりでかいのが居住区の方に向かった。捕獲すれば2万は堅い大物だ。行くぞ。2万ってあんたもハンターなのか。まあな。このままじゃまずい。
ビーストだらけなんだ。なってきたで。ビーストが町に侵入したみたいですね。これはついてますよ。砂漠の爪ならこのポイント稼ぎの絶好の機会を逃すはずはありません。行ってみましょう。何言って、そらごっつ危ないで。あっちです。いやーちょっと待ちな。まずい。
待て。あ？ここからは別行動だ。なんだって？悪いが一緒に行けなくなった。いいか、お前はこのまま居住区へ進んで、あのでかいのをやれ。おい、ちょっと待ってくれよ。あんな化け物一人じゃ無理だって。それはどうかな。こいつをやる。その生蔵よりは役に立つ。それとこれだ。これは？バトルレコーダーだ。これに戦いが記録される。あのでかいのを倒せばかなりのポイントになるはずだ。持っていけ。ではまたな。わっ、ちょ待て。あんた無責任だぞ。こら！上等じゃねえか。やってやるよ。いいぜ、来な。やるしかない。なかなかやりまんな。まさかスティーブはどないしました？これなんや、どうしたんや。あ、間違いないです。それに彼が背中に刺しているのは砂漠の爪が所有するとされる銀河七星剣の一つ、デザートシーカーです。ということはアンさんが伝説のハンター、砂漠の爪だ。なんだって。おお、なんという幸運でしょう。こんなに早く見つかるなんて。ほんまかいな。そうです、私の言った通りでしょ。必ずこの星にいるって。こら、今日はついてます。ミッション終了や。あー、帰りましょう。ササンさん、一緒に来てんか。わっ、ちょっと待て待て。何すんだよ。俺はこの先に降りたビーストを倒さなきゃなんねんだよ。邪魔するな。なんや、そんな面倒いことせんでええがな。わてらの船に来たら、せっこいビースト狩りより割のいい仕事はぎょうさんありますせ。ささだーっとダメだ。早く行かないと町がやられる。話せ。さすが伝説のハンター、意志が固いですね。仕方ありまへん。わてらもアンさんのハンティングに付き合ったるさかい、終わったら一緒に来てな。約束やで。は？なんでそうなるんだよ。とにかくそうと決まったらレッツゴーです。
何の次やて。急ぎましょう、砂漠の爪さん。侵入をここまで許すなんて。
なもんさ。やばい、急がないと。相手になってやる。しょうもない奴だよ。永遠ともいえる果てしなき暗黒を旅して降り注ぐ幾億ものきらめき、その一つ一つにそれぞれの歴史が綴られていることだろう。これはそんなきらめきの一つに記された英雄たちの物語。